イギリスツーリングカー選手権は、イギリスで毎年行われるツーリングカーレースのシリーズである。略称は BTCC。1958年にイギリスサルーンカー選手権として開始され、以後何度ものルール変更を経てきた。1960年代後半から1970年代にかけては FIA グループ1またはグループに規定。1980年代には、 グループ A 規定の車両で争った。1987年にシリーズは現在の名称になった。1990年代には会シリーズとしてグループ A の規定車両によるレースも開催された。当初選手権は排気量別にクラス分けされた車両が混走し、しかもクラスごとに与えられたポイントで全クラスが単一のチャンピオンシップを争う形式だった。つまり、 個々のレースで一度も総合優勝をしていない、小排気量クラスの車が、シリーズチャンピオンになる可能性もあり、観客のタイトル争いへの興味を失わせることにも、なった。例えば1980年代には、クリス・ホジェッツが、トヨタカ・ローラで二度チャンピオンを獲得したが、ほとんどのレースでは、より大廃気量の車が勝っていた。フォード・シエラ、コス・ワース・ r s 500がレースを制していた。 時代、クラス B の BMWM3 に乗るフランク・シトナーや、より小排気量のクラス C のボクスホールアストラに乗るジョン・クレランドがシリーズタイトルを獲得した。1980年代末のフォード・シエラ・コスワース最強時代の後、1990年から BTCC は排気量を統一した2.0リットルフォーミュラで争われることになった。この企画は後に、 FIA 認定のスーパーツーリングとしてヨーロッパや日本に広まっていった。BTCC は2000年までスーパーツーリング規定を続け、2001年からは新たに BTC ツーリング規定を導入した。そして2007年以降はスーパー2000規格が導入されている。2000年代はスーパーツーリング規定の時代より低コストな車となり、 メーカーワークスチームやイギリス国外からのドライバーは減少することになった。2006年ブランズハッチでの BTCC2001 年以降 BTC ツーリングという独自の規定でシリーズを開催していたが2004年からはスーパー2000規定の車両の参加を認めることになった。それ以降スーパー2000規定の車両が徐々に多数派となり BTC ツーリング規定の車両はごく一部の インディペンデントチームが使用するだけになった。BTCC を戦うレーシングチームはメーカーが運営するワークスチームとチームラック、チームダイナミックス、モーターベースといったインディペンデントチームの2種類に分けられる。ワークスチームは近年ボックスホールのみの参戦が続いていたが2009年シーズン終了をもって撤退。入れ替わりに2010年からはシボレーホンダの2メーカーが ワークス参戦を開始した。2005年にはチームダイナミクスのマットニールがホンダインテグラを買ってインディペンデントチーム初の総合ドライバーズチャンピオン、チームチャンピオンに輝いた。BTCC で初めてとなる年間30レース全完走を記録し、ボックスホールの5年連続ドライバーズチームマニファクチャラーズチャンピオンを阻止した。翌2006年も ニールとチームダイナミクスはシリーズを制したが2007年はイタリアのファブリッツオ・ジョバナルディによってボックスホールがタイトルを奪還した。また遡って1999年スーパーツーリング規定で行われていた時代にはチームダイナミクスとニールは日産、プリメーラを買ってインディペンデントチーム初のレース総合優勝をドニントンパークで果たし賞金25万ポンドを獲得している。 ニールのシリーズ連覇、そして2007年シーズンより投入した、スーパー2000使用のホンダシビックタイプ R は、チーム自身が設計、製作を行っていることから、チームダイナミクスは、インディペンデントチームとはみなされず、ワークスチームとして扱われるようになった。スーパーツーリング規定時代の末期に参戦コストが高騰したことを反省し、現在は、 車両の改造範囲に厳しい制限が設けられている。参戦コストの低下は多くのインディペンデント系チーム個人の参加を呼び込むようになった。彼らはメーカー系ワークスチームから型落ちの車両を買い取り、元ワークス車で参戦、そこそこの成功を収めるようになった。またより一層のコスト抑制を目的とし、BTCC ではダンロップタイヤのワンメイク体制をとっている。 より低燃費の車両を奨励するために、レギュレーションでは様々な燃料の使用を認めている。2004年からインディペンテントチームのマルニクラモーターズボートは LP ガス仕様のシビックタイプ R で参戦している。2005年にはテックスピードモーターズボートチームが型落ちのワークス車ボックスホールアストラをバイオエタノール仕様に改造している。2006年には カートワールドチームのオーナードライバーのジェイソン・ヒューズも、バイオエタノール仕様の MG、ZS で出場し、後には、ウェストサリーレーシングのコリン・ターキントンとロブ・コラード、プジョー307を借るリチャード・マーシュも追従した。ジェイソン・ヒューズだけが2007.2008年シーズンも、バイオエタノール社での参戦を継続した。また、レギュレーションでは、ディーゼル社の出場も認めている。 2007年にはチームアフムレーシングのリック・ケリーが BMW120DE87 で出場した。2008年にはワークスチームとして初めてセアトスポーツ UK チームがターボディーゼル仕様のセアトレオンを投入している。2010年シーズンはチームアオンレーシングが LP ガス仕様のフォードフォーカス ST で参戦している。2011年からは試験的に NGTC という新規格が導入され、2014年に完全移行した。現行の NGTC 規定は、低コスト化、性能均衡化を強く意識したもので、10万ポンドで、シャーシが作れるように電装系やブレーキ、サスペンション、ギアボックス、クラッチなど多くの部品を共通化している。エンジンも市販車由来ではあるものの、形式は 2000cc ターボに統一され、 ターボも使用できるのは応援ディベロップメント製のもののみである。タイヤもダンロップのワンメイクとなっている。駆動形式はもともと前輪駆動車のみの予定であったが、一部のチームの移行組降輪、駆動車もカットされた。また、ベース車両が四輪駆動の場合は二輪駆動に換装する必要があるが、この場合は前後どちらを駆動するかを選べる。2010年に トヨタ・ベンシスの NGTC テスト車両がデモ欄を行い2011年から本格的に導入された。ちなみに NGTC 規定はスカンディナビアンツーリングカー選手権にも2012年から採用されていたが2017年に TCR 規定にとって変わられている。そのため今後 TCR の人気の高まり次第では BTCC も TCR 規定に変わる。 可能性が指摘されている。レースウィークエンドの土曜日、2回のプラクティスセッションに、続いてそれぞれのレースは16周から25周程度で、行われ、第1レースの結果により、第2レースのスターティンググリッドが決まる。第3レースでは、リバースグリッドを採用している。風回りなリバースグリッド精度であり、どこまでのポジションが逆順になるかは、第2レース後に抽選で決められる。 6から10までの番号が付けられたホイールを回し、例えば7で止まれば1位から7位までのグリッドが逆順になり、8位以降は第2レースの順位通りのグリッドからスタートすることになる。ホイールを回すのは第2レースの勝者の役目である。ただし最終戦でその勝者にタイトル獲得の可能性がある場合は除外される。2005年までは、 第3レースのリバースグリッドは1から10位が逆順になるように固定化されていた。ポールポジション狙いのために故意20位を狙うドライバーもいたため、このルールはぶつぎをかした。グリッド後方の速いドライバーがオーバーテイクする様を楽しめるという意見がある一方、グリッド順位を上げるためにわざと他者に抜かせる等の行為が見られ、モーター、スポーツとしての純粋さが失われることに苦言を述べる。 ものもいた。また、第2レースのフィニッシュ間際に急激にスローダウンし、後続車に強制的にオーバーテイクさせるといった危険な行為も問題になった。以上のような状況を受けて、2006年シーズンからは、現在の中、各レースの上位10名に以下の通りポイントが与えられる。各レースでファステストラップを記録したドライバーには1ポイントが与えられる。 レース中一周でもラップリーダーになったドライバーにはボーナスとして1ポイントが与えられる。ただし何周リードしても一人1ポイントが上限。土曜日の予選セッションでポールポジションを獲得したドライバーにもボーナスとして1ポイントが与えられる。現在はシーズンごとに5つのチャンピオンシップが設定されている。総合ドライバーズチャンピオンはシーズン中最多ポイントを獲得したドライバーに 与えられる。1992年以降は、インディペンデントドライバーズチャンピオンも設定され、ヒワークスチームのうちポイント最上位となるドライバーに与えられるようになった。さらには総合チームチャンピオン、メーカーチャンピオン、2004年からは、インディペンデントチームチャンピオンも設定されている。2000年から2003年の間は、プロダクションクラスのドライバー、チームチャンピオンも設定されていた。 1980年代以降、多くの日本車が各チャンピオンシップを制している。1980.1981年は、トム・オーキンショーレーシングのウィン・パーシーが、サバンナ RX-7 でドライバーズチャンピオンを制したのが、その最初である。パーシーは続く1982年にも、トヨタカローラでドライバーズチャンピオン3連覇を果たした。 1986年、1987年には AE86 型のカローラクーペ GT がクリス・ホジェッツの手にドライバーズチャンピオンをもたらしている。その後トヨタは1991から1995年にコロナでワークス参戦したがタイトル獲得には至らなかった。一方、インディペンデントクラスではカリーナが1992年。 カリーナイ、e、が1994.1996年、レクサスウィズが2001年のチャンピオンシップを制している。日産は1991年からプリメーラでワークス参戦を開始し、1998年はマニファクチャラー、チームズチャンピオン。1999年にはローレンアイエロがドライバーズチャンピオンとなった。また同時に、 日産は、マツダとトヨタがなし得なかったチーム部門と、マニファクチャラー部門での連覇を達成した。現在は、インフィニティブランドで950を走らせている。2020年、アシュリー・サトンがドライバーズを獲得したホンダは1997年から、アコードでワークス参戦を開始し多くの勝利を挙げ、チャンピオンシップでも上位に入った。2002年には新たに、シビックタイプ R を投入している。 ホンダは今日までに7回のドライバーズタイトルと5回のマニファクチャラーズタイトルを獲得しており、BTCC 史上最も成功した日本メーカーとなっている。2016年からは、チーム BMR が英国スバルの支援を受け、空力面での有利を鑑みて、ステーションワゴンのスバル、レボーグを採用し、マニファクチャラーとして参戦。2年目の2017年に早くも、 アシュリー・サットンがドライバーズタイトルを獲得した。4年間の参戦後、2019年終了をもって、スバルの支援終了とともにレボーグも撤退となった。2019年には英国トヨタが長年アベンシスを採用していたスピードワークスモータースポーツを支援し、カローラスポーツでワークス復帰した。ABTCC ネットアーティクル、アイルトンセナが イギリスフォーミュラ3選手権時代に所属していたチーム http://www.t-o-ur-i-n-g-c-a-r-t-i-m-e-s.com スラッシュアーティクル .php id イコール5054 btcc 来期から導入の ngtc カーのイメージを発表 httpspeedhunters.com アーカイブ2008-09-01 カースポットライトギターギター CHMS トヨタカローラ I86 ツーリングカーアスプックスありがとうございます